サーフィンを楽しむ人々。先日の地震で震度5強を記録した宮崎市の木崎浜です。世界大会も開かれるなど、海外のサーファーからも愛されているビーチです。しかし、やはり気になるのがこの津波、そして地震への防災の呼びかけが外国人向けにどれだけ伝わっているかということなんですけれども、津波への警戒を呼びかける看板は色あせ、英語の部分は上からの張り紙で隠れてしまっています。ヒントとなるのは避難場所の方向を示した看板。実際に歩いてみました。陸上競技場までは720メートルと少し距離があります。地元でサーフィンやってる方はこの避難路、ちょっと看板がないので心配ではありますね。合ってんのかな。ゴールまでの途中に案内表示が少なく、少し不安になりつつも無事到着。あのタワー、この辺りでは一番高い建物になりますけれども、あそこまで走って逃げていくというのがこの木崎浜での津波からの避難手段なんですけれども、これが外国の方にどういうふうに伝わっているかというふうなところはまだ検討が必要です。一方、隣の青島海岸では渚の交番が避難についての情報を英語で伝えています。本当に外国人の方多いので、ウェルカムですよっていうのができたらいいなとはすごい常に思ってますね。海外旅行中、土地勘がないところに潜む災害のリスク、彼らに情報は届いているのでしょうか。 If came an earthquake, the earthquake, where do you run away?I like checked out like where the tsunami evacuation area is. Go to the station and then there's stairs. It seems like that's the plan. Yeah, like the signs. Yeah, these are like just looking at this. That's how I like found out where the evacuation area is. Yeah. 一方で、Do you know this sign? No. I don't know this one. Oh, okay.Excavation site for tsunami. Okay. Yes. Run away. Oh, run away. Run away. Run away. Okay. I see. Okay. Thank you. I think it can be more detailed. Would be great if can include more information, especially translated to English to the tourists. We should be more clear for how we can deal with the tsunami or the hazard when it really comes. 地震に慣れていない外国人にいざという時の対応を伝える必要があります。宮崎市には21の言葉に対応する災害時多言語コールセンターがありますが、今回問い合わせは0件。ホームページや LINE などで発信しているものの、足りていない現状があると課題を挙げています。宮崎県はインスタグラムやフェイスブックで情報を発信しています。今回の教訓を次に生かすとしています。SNS の発信だけでなくてですね、実際にこう、外国人観光客、宮崎いらっしゃったと思うので、ホテルさん、ホテル宿泊施設ですとか、あるいは観光施設で、どういうふうにこう情報提供をされたのか、あるいは外国人に対して対応したのかも含めてですね、いろいろとこう、県内の関係者と意見交換とか情報、共有をしてですね、そこで、こういったものができたらよかったよねとか、こういったものが必要だったよねということを、検証していきたいと。災害時などの外国人への情報提供について辻キャスターが取材したところ、津波注意の看板は英語でも表記されていました。ただ地元の人によると韓国から来る人も多いということです。実際に宮崎市への宿泊客を見ると韓国が一番多く 23.7% でした。市のインバウンド誘客の方針として、まずはコロナ前の本市への来訪割合が高かった東アジア4市場、
韓国、香港、台湾、中国に対して優先的にアプローチするとしていて、観光施設などで韓国語など多言語での呼びかけも必要ではないかということも取材から見えてきました。災害時の外国人の避難の呼びかけ、非常に重要になってくると思いますが、改めてどう見ますか？はい、そうですね、まさに今この画面でも指摘されているように、やはり韓国とか中国とか台湾とか必ずしも英語に限らずですね、やはり情報提供するということは非常に大事だと思います。はい、でやはり日本って伝統的にそのインバウンドというか海外からいらっしゃるお客さんというのは、その東アジアの方々の割合が非常に高いわけですね。で彼らが実際にじゃあ観光に来て、もし津波とかの災害に遭いましたっていうことになった場合には、やはり彼らはまずその避難ができるかどうかというのは一つ大きなポイントになるわけですね。で自分でまあ避難ちゃんとできればいいわけですけれども、もしできなくて危険な場所に取り残されてしまいましたとか、はい、危ない目に遭ってますという時には誰か助けに行かなきゃいけなくなると。でそうした時にはやはり災害時って自治体のマンパワーとかもまあ大概こうパンクしてしまっていること多いですから、はい、やはりこの助けに行くことがまた二次災害とか、まあ、そういうところにつながる恐れもあるということで言うと、まあ、やはりできれば観光客の方が自分で判断して自分で避難できるような助け、そういう観点での情報提供というのはかなりやっていかないといけないんじゃないかなと思います。とても大切になってくると思います。観光地でのでは避難の呼びかけについてどういった伝え方が大切になってくるとお考えになりますか？そうですね、やはりオンライン、オフラインそれぞれ必要だと思うんですね。はい、で先ほど画面で出ていたのはやはりその観光客が見るようなそういう看板だとか、こういうところを英語だけじゃない表記にしていこうという話だったと思います。それ以外にもやはり今通信環境がこれだけ整っています。日本人が海外に行くときでも現地では情報収集はやはりスマートフォンでアプリなどを使って行うということがまあメジャーになっていると思いますので、それは逆のことも言えるわけですね。海外の方が日本国内で観光するときに使う、例えば情報媒体、政府のアプリだとか、あるいは観光関係のアプリだとか、それ以外にも SNS プラットフォーム、ありとあらゆる場所で徹底的にこの外国人観光客の皆さんに対して情報を出していくっていう、これがやはりオンラインではやはり必要になってくると思いますね。そうです、ハードでもソフトでも結構私は大事だと思っていて、もちろんスマホで検索する方が多いと思います。で何よりも災害時に大事なのは自分の力でまずは行ける人を増やすことだと思うんですよね。どうしても怪我をしてしまったりをして、人の救助が必要な場合もあるかと思うんですが、例えば看板の表記があるだけで自分で行ける人を増やせれば、そこにマンパワーを割かなくても済むので、別のところに救助に行ける可能性も高まりますよね。はい、おっしゃる通りですね。やはり災害時によく言われる言葉として自助、共助、公助という備えの言葉があるんです。要は公助というのは行政主体のことですけど、共助というのは地域の助け合い、で自助って自分で自分の身を守るということです。でこれ今住民に対しても結構自助共助が大事ですよっていうのは日本の防災の中ではよく語られている言葉なんですけれど、はい、同じことはやはり観光客にも言えるとは思うんですよね。やっぱり災害時って突発的にいろんなところでいろんな被害が起きて、非常にこう予測不能なあらゆるトラブルが起きます。でこういう時に自分の身を守れるような手助けというものを普段からちゃんとできているか点検をしていくということは非常に大事だと思いますね。外国人の方にも分かりやすいような看板というのはおそらく日本語表記されないということはないと思うので、日本人にも分かりやすいということですので、そうなりますね。結果的に多くの人を助けることにもなりますよね。そうですね。こういったことをインバウンドの方も増えてきた中で、自治体が主導でやっていくのか、それとも国が主導でやっていくのか、どちらが望ましいとお考えになりますか？はい、やはり国の後押しというのは必須だと思います。はい、これ今日本全国でよくオーバーツーリズムという言葉が最近話題になっていると思います。はい、要は自治体がその地域にたくさん観光客がいらっしゃるので、その人たち向けのインフラをちゃんと投資をして用意しなきゃいけないんですけれども、自治体ってあくまでその地域の住民から住民税をいただいて、その地域の住民のお金で要は運営しているわけですね。まあ、したがって100万人の人口しかいないところに300万人500万人という観光客が来たとしたときに、やはりそれを支えられるだけのインフラって投資というのがしにくいとかできないということが、まあ、大いに考えられるわけですね。はい、ですから、まあ、そういったところをやはり全国で国がこれだけインバウンドをしっかりこう呼び込んでいこうと、政策としてやっていこうということであれば、そういう災害時の備えに関してもある程度補助金を出すとかですね、何かこう点検に関わるとかして関与していくということは、自治体任せにしないということが大事だと思います。呼ぶだけではなくということです。
ですね。そうですね。そして日本人が海外に行った場合も災害などに遭うリスクというのは当然あるかと思いますが、米重さんの会社では AI を使ったサービスをしているということです。どういったサービスなのかまず教えていただけますか。はい、これはファストアラートという私どものサービスなんですけれども、まあ、SNS とかウェブなどから災害とか事故とか事件に関係する情報をバーッと集めてるんです、はい、でこれ国内外問わず全世界カバーしてまして、で情報を日本語で受け取れるというのは一つ特徴です。で、もう一つ特徴としてはまず早いということですね。日本語で、本当に現地のニュース速報と同じぐらいのタイミングで情報を得ることができると。でそうすると例えば現地に出張されている方の安全確保とか、あるいは取引先、海外の取引先とか仕入れ先、サプライヤー、こういった会社さんの事業継続ってちゃんとできるんだろうかということを早く気づいて対応することができるということで、はい、まあ、あくまで企業向けのサービスではあるんですけれども、このような形で私たちも事業はやらせていただいています。従来現地で情報を得るっていうのはやはり難しかったんですね、うん、そうですね。やはり現地では現地語での情報発信というのはまずなされます。どうしてもその外国語の人と使っている人たちに対する情報提供というのは必ず遅れるんですね。ですから、まあ、ある意味その出発前から自分の身を守るという観点では日本語でも一定の情報を得られるような状況をちゃんと作っておくということが大事。特に企業ではやっぱりビジネスなので観光地に行くとも限らないので、やはりそういう備えが大事だということで、まあ、こういうサービスをやらせていただいていますね。日本のニュースを見ても海外のニュースってどうしてもこう日本人が巻き込まれたのかとか、よほど大きなニュースでないとどうしてもこう国内の大きなニュースの方が上に来てしまうっていうのは、本当にある種仕方のないというか難しいところではあるんですけど、そういった現状はありますよね。そうですね。どうしても日本国内で日本語で海外の情報を得ようと思ったら、まあ、報道されたとしても数日遅れとか、で結構タイムラグがあるというのがポイントなんですね。なので、まあ、被害を未然に防ぐとか、リスクを回避するということであれば本当にリアルタイムな情報を得ないとなかなか十分な備えは難しいと思います、まあ、そういう時にこういう形でご活用いただけるといいのかなとは思いますね。こちら法人向けのサービスということですが、他にさまざまな活用例もありそうでしょうか。はい、そうですね。例えば私たちのこのファストラと画面とかメールで普通にサービスとして使っていただくことはできるんですけど、我々から情報を提供してその別のサービスを通じて情報をご利用いただいているケースもあるんですね。例えば旅行会社さんがやられているサービスだと、まあ、その海外に出張される方の安全確保のために我々の情報をこう使って呼びかけていただいている、そういうサービスもあったりしますので、まあ、そういう形で間接的に皆さんの安全にお役立ちできるようなそういうサービスさせていただいています。そして改めて最後になりますが、日本人が行く場合も、そして観光客が来る場合もあると思います。災害時などの情報提供、情報を得るためにはどういったことが大切になってくるでしょうか。そうですね。やはり事前に準備をすると、しっかりそのリスクがあるということは認識をするって、これはまず第一だと思います。でそれはまず行く側はそうなんですけれど、それ来てもらう側においてもやはりその来る側のその気持ちに沿ってどういうふうにしたらその最適な情報提供ができて、その結果まさに自助、自分で自分の身を守るということをやっていただける環境を作れるかと、これがかえって最終的には日本人である我々自身の安全にもつながってくるわけですから、やっぱりここをしっかり押さえておく必要があると思いますね。確かに場所が分かれば自分たちでまずは行ける人たちを増やすということはとても大切になってきますね。そうですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。アベマヒルズキャスターの柴田彩です。これを機にチャンネル登録もお願いします。